当局は長野県の地方公営企業である。水道事業、電気事業を行っている。長野県の地方公営企業としては、1961年4月1日に発足した。企業局発足以前に開始した公営の電気事業が期限となる。発足後は、電気事業のほかに、有料道路などの公営事業を行ってきた。事業移管や公営事業の民営化などを経て、 現在は電気事業と水道事業を行う公営企業である。1958年に開始した事業で、現在3つの直轄ダムと16カ所の水力発電所を保有しており、県内の全世帯数の約12.7%を賄える電気を作っている。発電した電力は中部電力、丸紅新電力、東京都世田谷区の市民電力会社であるみんな、 電力の3社で作るコンソーシアムを通じて、新州グリーン電気プロジェクトとして、企業や一般家庭、大都市の保育園等に供給している。数字はいずれも、最大出力数。天竜川、水系天竜川、水系天竜川、水系基礎川、本流地熊川、水系西川、水系企業局の水道事業は、長野地域での上水道事業と松本地域での 水道用水事業があり、各地域に水道水が供給されている。詳細は、長野都市ガスを参照1963年に都市ガス事業を開始したが、2005年4月1日に東京ガスなどと共同出資し、長野都市ガスを設立。2006年7月1日に都市ガス事業を長野都市ガスに譲渡した。発足時からの事業で、 長野県営住宅の供給事業を行ったが、1969年6月1日付で、長野県住宅部へ事業を継承した。発足時からの事業で、若月団地をはじめとする団地の開発を312箇所で行ったが、1981年11月1日付で、長野県住宅部及び長野県住宅供給公社へ事業を継承した。無料開放された。 道路一覧中部地方も参照1963年から有料道路の整備事業を6路線で行ってきたが、企業局が整備した道路は長野県道路公社や長野市へ道路管理を一貫した。保健休養地の整備やホテル運営などを行ってきたが、整備関係の市町村へ事業を譲渡したことにより、2008年3月で事業が終了した。 長野健康営企業の設置及びその経営の基本ならびに財務法の特例に関する条例 h t t p スラッシュ、スラッシュ、www.pref.nagro.lg.jp スラッシュ、k-i-g は i-o スラッシュ、ken, c スラッシュ、s-o-s-h-i-k-i スラッシュ、s-o-s-h-i-k-i スラッシュ、k-i-l-c-h-o スラッシュ ,k-i-g は i-o-k-i-i-o-k-i-u スラッシュ、intext.html 中間県企業局、電気事業家、 h t t p w w w j p スラッシュ k i y スラッシュアンフラスラッシュ s u i d ダッシュ d-e-n-k-i スラッシュ電気スラッシュスラッシュ i c a r n スラッシュ d e n k i i o u h t m l 長野県の電気事業について 最天流発電所は存続た。川中島水素ステーション会所式を開催しました。星長の都市ガス株式会社の設立について、東京ガス、h t t、ok、p スコロンスラッシュスラッシュ www.tokyo-gas.co.jp スラッシュプレススラッシュ二零零2 0 0 4 2 0 2 8 3 h t m l 二零一九年三月二十一日閲覧 近隣の公営事業者など、ありがとうございます。